こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち、自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第11回さなきち、自分を大切にするラジオのお時間です。このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする、楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便りお悩みの投稿はコメント欄の一番上にフォームと LINE アットのリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、ライクボタンもぜひよろしくお願いします。はい、途中からあずきも張り切って参加してくれました。それではオープニングトークなんですけれども、植物の話をします。いつもはね、バラ、これね、バラまだ綺麗に咲いています。新しく増えた植物なんだけど、このゼラニウムを初めて育てています。結構これいろんな人の家のベランダとかにあって、なんかいいなって思いながら見てたんだけど、なかなかこう手を出す機会がなくて、この間やっと小さな苗を買ってきて植え替えました。そしたらね、かなりね、何の手間もかけずに花がたくさん咲いて、このつぼみもね、こういっぱいあるの、数珠みたいに。だからもう丈夫だし楽ちんだなっていうのを感じています。でゼラニウムってアロマとかで匂いがあるじゃない。でこの花のとこがね、匂いするのかなと思ったんだけど、それよりかはね、この葉っぱを触った時にその匂いがするんだなと思って、でこれがこの後どんな感じで育っていくのか楽しみにしているところです。それとね、このもさもさも元気に育っています。であとは、でそれが植物の話でしょ。それとね、この間ね、久しぶりの友達に会ったのよ。会ったってズーム上でね、会って、1年ぶりぐらいの友達かな。そしたらね、すごくね、肌ツヤが良くなってたのよ。顔色もいいし、こうなんかプリンとした感じになっていて、でアトピーとかのじゃないんだけど、あれなんかやけに顔色良くないっていう話になって、こう何人か集まってたんだけど、そしたらね、ちょうど1年前にみんなで会った時に、その子が体が冷えるって言って、でね、私がね、その愛情腹巻き、今もしてるけど、腹巻きとあと靴下5本指ソックスの重ね履きを教えたのよ。そしたらそれをね、すぐやってみたんだって。そしたら体調がすごく良くなったって言ってね、温活してるって言ってたから、まあだから本当、そんな腹巻きと靴下重ね履きしただけでそんな顔色変わるんだと思って、本当びっくりしたし、嬉しかった。伝えてよかったなって思ったし、その彼女もこうすぐ取り入れてやってみたら効果あったっていうふうに言ってね、なんかそんな話ができたのがすごく良かったです。でそれだから久しぶりの友達の話と、あとね、もう一つはね、最近こうなんかね、こう呼吸が浅くなってるような気がして、自分で、それで多分こう体がね、縮こまってるんだろうなって思ったので、ヨガをしようと思ったのと、
でまだヨガは取り掛かれてない、やれてないんだけど、そのことがあってね、瞑想したの。1時間瞑想したのよ。そしたらやっぱり呼吸も深くなって、こうなんていうの、胸が詰まった感じみたいのがなくなったから、やっぱり瞑想って効果があるなっていうふうに思いました。で私はね、瞑想はね、昔から憧れがあって、瞑想にそれでね、2年ぐらい前かな、自分でね本とか買って読んでやるっていうのはやってたんだけど、あ、なんかちゃんとやりたいなと思って、ヴィパッサナっていうね、ヴィパッサナ瞑想っていうのがあってさ、それをねやりに行ったの。10日間かな、10日間瞑想をやるっていうところ行ってね、結構いろんなねヨガ系の人とか、やってる人多いのよ。それで行って、そこでね瞑想をやって、そのちょうどそれのねズームの瞑想会みたいなのあったから、やってみたらすごく、あ、よかったやっぱりこうなんかこう頭の中が忙しくなっちゃうから、もういろんなことやってて、だから一回こうちゃんとこうほんとシーンとする時間っていうかさ、もうただただ体に起こる感覚を受け止めるっていうねことをするっていうのなんだけど、うん、その瞑想をしたのが良かったから、これから定期的にね自分でこう寝る前とか瞑想する時間を取ろうと思いました。で私はさ、いつもさ、大体なんかやろうと思うと本とかを読んで勉強して、それで実践してやるっていう感じなんだけどね。だから本もね良かったよ、瞑想の本何冊か読んで、それをもとにこう家で自分でやってみる。1時間なんてしなくてもいいからさ、本当に5分とかでもやるとね、呼吸も整うし、この焦燥感みたいな、こうなんか何かにこう追い立てられるような感じとか、なんかこう自分が足りてないような気持ちとかさ、そういう気持ちにこう襲われる時ってあるじゃん、なんか自分ができてないような気がする時って、なんかそういう時はね瞑想がすごく効果的だなって思いました。はい、はい、オープニングトークは以上です。で今日のラジオの予定なんだけれども、まず今週の肌の調子をやった後、いつものようにお便りコーナーに入りたいと思います。今日はお便りを2つ紹介します。はい、それでは今週の肌の調子、花吉今週の肌の調子。はい、今週の肌の調子だけれども、先週ね調子悪いって言ったじゃない。でね、今週も調子悪いそれでさ、手はね随分良くなってきたの。小さな穴が開いたり汁が出てたのは、その汁気みたいのは一段落ついて、多少ね赤切れとかあるし、まあこの手首のところもね、まあ荒れてるけど、でもね手はだいぶ良くなって、調子悪いのはどこかっていうとね、顔がね、本当先週ほどじゃないけど痒くて、特にね顔が痒くなるとね、私ほんとメガネが痒いのよ。でほら、この鼻の横とかさ、この右側のこの目頭のところから鼻の横にかけてっていうのが今すごい痒いのね。で大体私顔が痒くなるとやっぱこの右側のこの目の横のここが痒くなるんだけど、で今唇も割れてるし、髪の毛が顔に当たるだけで痒いから、まあ今日はこれラジオ用ね、ラジオ用のスタイルなんだけど、今部屋持ってっちゃって、いつもね、髪をこう、ピタって止めるためにね、バンダナで、こう、鉢巻きみたいにして、髪をこう押さえてるっていうか、顔にね、髪がこう当たんないようにしたりしています。そう、そんな感じかな。うん、だからね、食べ物はすごい頑張ってる今
パクパク食べちゃったじゃない、先週言ったけど。これね、これをこのこうパンパンに入ってたのを一人でここがなくなるまで永遠に食べ続けるっていうことをやって肌調子悪くなっちゃったんだけど、そうだから今は完食してないです。お菓子、家に今お菓子がないから、うん、だからこういう時に何にもこうないと食べれないからね、 お菓子がないっていうのはいいなって思います。まあ今でもねこんな感じで、まあ、しょっちゅうやらかしてるんだけど、まあその繰り返しでね、時間をかけて少しずつ良くなっていくし、まあ、自分のそういう体の変化とか、なんていうの、こう思うようにいかないところとかね、自分がアトピーであるとかね、そういうところをこう少しずつ受け入れながら生活してるような感じです。はい、だから今悩んでるのね、これをどうするかっていうこれをね、これはもう私は食べない。だからまあもったいないけど、まあ、捨てるか、あとは、まあ、夫に食べてもらうか。だけど私がこれを食べてちょっと苦しいんだっていうのを知ってるから、だからあんまりこう、まあもうね、ありがとうっていう感じで捨ててもいいかなとは思っています。でもまあだいぶ山は越えたかなっていう感じはしてるので、そうね、顔はもうまあしょうがないしょうがないうん、かゆいなって思いながらバンダナ巻いたり、なんかこういろいろ触ったり、まあ、時には描いたりしながらね、過ごしているところです。はい、そんな感じかな、肌の調子はね。それではお便りコーナーに入りたいと思います。今週のね、お便りはね、お悩み系と、まあ、お便り系の2つです。はい、じゃあお便りコーナー。今週のお便りコーナー。はい、まず、みなちゃんからのお悩み相談です。こんにちは。田中さんの動画を最近見始めました。私は小さい頃からアトピーでステロイドをずっと使っていたのですが、4ヶ月ほど前に皮膚科で主作用皮膚炎と診断され、顔のみ脱ステロイドをしていました。ですがあまりに見た目が変わりすぎて1ヶ月ほどでやめてしまいました。やめたと言っても主作用皮膚炎が完治していない状態なので、飲み薬で症状を抑えています。しかし薬で抑えるのも限界があり、常に頬やおでこに赤みがあります。また脱ステロイドをしてちゃんと完治させたいのですが、やった時の辛さを知ってしまっていて、なかなか踏み出せません。脱ステロイドをするなら仕事も一度休んでやろうと思っています。田中さんは脱ステロイドで状態がひどい時どのように過ごしていましたか、というみなちゃんのお悩み相談です。みなちゃん、お便りありがとう。ね、まず、思ったのはね、本当はステロイドをやめたらこうあまりに見た目が変わりすぎてっていうのね、本当によくわかるから、いやもうその気持ちすごいわかるっていう風にね思いながら読みました。1ヶ月頑張っていろいろ辛抱してねやったんだと思うけど、それであまりにも変わってやめたっていうことなんだけどね、もうそれも選択肢の一つとしてはね、もう全然ありだと思います。でもさ、やっぱりみなちゃんも書いてあるように、薬で抑えるのも限界があり、常に赤みがあるっていうことで、すごいね揺れ動いてね悩んでいる状態だと思うの。だから
まあ、本当に悩ましいだろうなと思ってこのお便りを読みました。でね、だからいろいろ状況をね、こう自分なりにこう整理しながらよく考えてるなとも思ったのね。でさ、脱ステをするなら仕事も一度休んでやろうと思っていますっていうのもいいぞいいぞって思ったし、うん、だからかなりさ、そのいろんな方法がね、治療法っていうかいろんな策がある中でさ、どれを取るかってすごく悩むと思うんだけど、まあ、本当にね、自分が思うようにやればいいと思うのよ、自分の体だから。でもなかなか過酷なね、ことだと思うの。こうステロイドやめてすごくこう一時期バーってひどくなるっていう、その状態をどう乗り切るかっていうところはね、大変な大きな課題だと思うんだけど、こうやりたいことはねやればいいと本当に思います。で、仕事もね、休めるんならね、本当休職制度もあるから、自分が所属している組織の、そう、就業規則とかね、その労働者が使える規則っていうのを調べて、それをこううまく利用するっていうことをやるといいと思います。それはね、アトピーなんかで休んじゃいけないんじゃないかっていうふうに思うと思うけど、そんなことないから、本当にこうなかなか一般の人には理解してもらえないかもしれないけどさ、すごく大変じゃん、肌のことって。だからそのしっかり休んで自分の体に向き合う期間っていうのを作るっていうのは、その人としてのこう権利っていうかさ、やっていいことだし、休業制度とかあったらね、その労働者としてそれを使うっていうことは別に悪いことじゃないから、そういう手段をね取るっていうのはもう全然 OK だと思います。ただその会社の制度を使う場合は、必要な書類とかがあったりする場合があるからね、例えば医師の診断書が必要とかさ、そういうケースもあるから、それはよく調べて、場合によってはね、皮膚科に行って皮膚科の先生に診断書を書いてもらうとかさ、なんかそういうことは必要になると思うけど、けれども、ぜひね、そういうのをこう、なんていうのか、主体的にこう自分が選択してやるっていうことをね、していいと私は思っています、本当に。で、みなちゃんからの直接のお悩みの質問っていうのはね、さなきちさんは脱ステロイドで状態がひどい時どのように過ごしていましたかっていうことなんだけど、私はね、どのように過ごしていましたかって言われてパッと思いつく答えっていうのはね、もう夢中になってやってたっていう感じかな。で、私は33歳の時にアトピーがすごいひどくなって、そこからステロイドをやめて食事を大きく変えたわけよ。今と同じっていうか、生活クラブで、まあ、自然派生協で化学調味料とか添加物とかそういうのを取らないっていうね、白砂糖とか取らないっていう生活にもう完全に切り替えたわけで、自分ではさ、ちょっと過激派のところがあるから、もう本当にね、もうガラッと変えたわけよ。だから変えた当初っていうのは本当それに慣れるのにね、時間かかったから、もう夢中になってやってた。自炊とかね、自炊とか、あと本とかもたくさん読んだし、そうそうそう、あとね、私は最初ね、マクロビオティックっていうね、完全ベジタリアンになったのよ。だからそれはね、ベジタリアンはずっと7年ぐらいだから、肌が良くなるまではずっとねベジタリアンだったの。そう、お肉も食べてなかったね、最初の頃ね。最初の頃というか7年ぐらいね。でね、だから最初にいろいろね、粗食のことを勉強したりとか、まあ要は和食だよね、昔の和食、粗食のこと勉強するの、こういう本っていうか、こうムック本みたいなもんで、こう料理のねやつを研究して、陰と陽とかさあるのよ、体を温める食べ物を冷やす食べ物とかさ。で、基本的に自然食の形にして、だからこう玄米で、まあ横着ダイエットって書いてあるけど、まあ、玄米食のいろんなことを勉強したりとか、そのマクロビのことをいろいろ、まあスイーツ自分で作ったりとかさ、
お肉を使わずにこうパンチのある食事をするにはどうしたらいいかとか、そういうのをね研究して、で夢中になってやってた、うん、だからねあんまりね、まあひどくなったよ、すごくひどくなったし、そういう動画もアップしてるけど、脱捨ての記録みたいなやつあるから見てもらいたいんだけど、ねあんまりその肌がひどくなることっていうのは私の中ではそんなにこう重要なことじゃなくて、それでこう嘆くとかっていうことはまあほとんどしてなかった、うんだよね。こうむしろさ、私にとってはさ、その方法を自分が選んでやってるっていうことが、なんていうの、自分の体のことを自分で考えて行動してるっていうことが、こう私の自尊心を高めてくれてたわけよ。だからさ、いろいろ研究っていうかね、まあだから自分の体にとって何がベストなのかっていうことをもう研究しまくった、まあ、7年間でもあったわけだからね、うん、すごくひどい時に落ち込んでは あんまりいなくて、まあ落ち込むっていうか参ったなとか思ったよ、うわもうこの汁どうやったら止まるんだろうっていうふうに考えて、いやこれはしんどいっていうのは思ってたよ、こう何にも感じてなかったわけじゃないの、赤いなとかさ、黒いなとかさ、参ったなとかさ、そういうのは思ってたよ、困ったなとか、うん、で私に何ができるかなっていうのを考えて、それに必死になってたっていう感じかな、うん、そうトライアンドエラーを繰り返すっていうかさ、だからやっぱり昔もこういうのやってたの、こういうのを一気に一袋食べちゃうとか、でそういうことをするともう特に痒くなったし、汁が止まんなくなったりしたっていうのを何回も何回も何回も、もう本当にみんなにねあんまり言えないようなことっていうかさ、もうすごいこう食べ物のことばっかり考えてるようなね日々も過ごしたし、まあそれで体に起きたことをもうしぶしぶ受け入れてまた向き合っていくっていうことをやってたかな。だからそうみなちゃんね、もしまたさ脱捨てしてなんかやってみようっていうふうに思ったらね、ちょっと自分を研究するっていうかさ、自分にとっての正解っていうかさ、本当それ人それぞれだからさ、それをこう自分の一番の専門家になるつもりで、自分にとって何がベストかっていうのをね、体の声を聞きながら取り組む期間にするといいんじゃないかなって思います。はい、そんな感じかしら。もう肌がさ赤くなったりひどくなったりしてもさ、みなちゃんの存在の価値にはね何ら限りも及ぼさないから、そのことは。だから肌が赤いかもしれないし、もうボロボロになるかもしれないけど、その自分の尊厳の手綱は自分から手放さないように、そこはしっかり握って、自分は価値のある人間だし大切な人なんだっていうふうにね、自分でちゃんと思うことっていうのをしてもらえたらいいなって思います。ちょっとお水飲む、ちょっと休憩ね、ちょっと休憩。これが一つ目のお便り。では2つ目のお便りに行きたいと思います。もう一回音楽をかけるね。はい、2つ目のお便りはチコちゃんからです。さなきちさん、はじめまして。 YouTube をいつも楽しく拝見させていただいています。私は35歳の時に顔と首のアトピーを発症しました。幼少期は全くアトピーがなかったので、発症した時のショックと絶望感が大きかったのを思い出します。5月1日にアップされた悪化した時の気持ちの持ちようの動画は今の私に
とってとても大切な動画になりました。未だに治らない顔と首のアトピーに毎日気持ちがついていかず、これからの人生を歩んでいくことに正直疲れていました。けれど自分を肯定して生きていくというさなきちさんの言葉にハッとしました。私は物心ついた頃からずっと自分を否定して生きてきたんだと。そしてアトピーになって余計に追い詰めていたんだということに。まだまだ発症して2年が経ち、先は長く続くであろうアトピーとのお付き合い、一喜一憂しながら自分に優しくこれからは生きていこうと思いました。いつも参考になったり勇気づけられる動画ありがとうございます。お体に気をつけて、これからも楽しみにしています、というチコちゃんからのお便りでした。チコちゃんありがとう。私ね、本当ね、これ読んだ時にね、すっごい嬉しくて、でね、というのもね、5月1日にアップした動画って何かっていうと、悪化した時の気持ちの持ち方みたいなね、悪化時の気持ちの持ち方みたいな動画をアップしたのよ。自分ではね、頑張って喋ったつもりだったんだけど、なんかね、取り留めのない話になっちゃったななんて思いながら、まあでも、せっかく撮ったしと思ってアップしたんだけどさ。そしたら、結構すぐね、チコちゃんが見てね、このコメントをくれたわけ。だから、ああ、よかったと思ってさ、ちゃん、ね、届いたと思って、それでね、ほっとしたしね、嬉しかったの。でさ、なんか悪化した時ってさ、本当にさ、もうなんか自分がなんか生きる意味がないみたいにさ、思うことってあると思うのよ。でも私はさ、そんなこと全然ないと思っていて、もうどのアトピーさん、もう全アトピーさん、全主査の人、全脂漏性皮膚炎の人に言いたいのは、もう肌が悪化してたって、もうどんな見た目になっていようともね、もうあなたは素敵な人なんだよっていうことをね、言いたいの。もうその思いがすごくあってね。だから、なんかそういうふうにさ、なんか私のこう、なんかね、やり場のない思いっていうか、熱い思いをまあ動画にしてるわけなんだけど、それをこうやって受け取ってくれてさ、あ、なんかね、こうやってコメントくれたのがすごい嬉しいなって思ったの。でさ、このチコちゃんもさ、やっぱりさ、正直疲れていましたっていうのはさ、本当そうだろうなと思うよ。だって、なんかさ、こういう風にすればこうなってこうなってこういう風に綺麗になりますよ。はい、じゃあやってください。ああ、綺麗になりましたねっていう話じゃないじゃん。肌のことってさ。100人いれば、100人多分治療法って違うと思うんだよね。そりゃさ、共通して、役に立つ情報っていうのもあると思うけどさ、結局はさ、それをやってみた自分がその肌のことを、こう判断して、じゃあどうしていくかっていうことを決めていかなきゃいけないわけじゃん。そのさ、大変さっていうのもあると思うし、そのなかなか治らないとさ、こうだんだん疲れていってさ、なんていうの、もう多分どんどん絶望していくみたいな側面ってあると思うんだよね。だからさ、きっと発症して2年経ちって、本当チコちゃんね、辛い2年間過ごしてきたんだろうなって思ったし、まあでも本当に自分をね、責めるのはね、お休みしていいから、ね、多分責めることってさ、そんなにさ意識しなくても自然とできるから、だからちょっとやらないでいてもできなくなっちゃうってことはないから、だからちょっとその方法は肌がひどい時は特にね、こう自分を責めるとかさ、自分を罵倒するとかさ、自分にダメ出しをし続けるっていうのはさ、こう自分を痛みつけることでもあるから、だからどんな自分でも受け入れていくっていうかさ、
だって自分の体じゃない？だからあんまり嫌っちゃったらさ、かわいそうじゃん、自分の体のこと。うん、だからそういう、なんか自分の親友になって生きていくっていうことをね、そう一喜一憂しながら自分に優しくって、本当その通り、うん、そうやってしていってもらえたら本当嬉しいなって思います。で、私はさ、本当その、まあ、自分を肯定するのってすごく難しいと思うんだけど、私が全部の自分を肯定してるかっていうと、そんなことないよ。やっぱりここはちょっと嫌だなって思うところも自分の中にもあるし、今でも難しいことってあるよ、自分を肯定することが。まあでもさ、そういうところもありつつさ、それも含めて私だなって思うから、まあ、全然完璧な人間を目指してるわけじゃないしさ、まあ、そういう揺れ動きながら、うん、でいいんじゃないかなって思ってます。はい、そんな感じかな。あの、お便り待ってます。ぜひね、あのフォームもしくは LINE アットから、あのラジオのお便りを送ってください。でね、あ、そうそうそう、今ね、チャンネル登録者数がね、なんとね、1911人になって、もうすぐ2000人になるのかなっていう感じで、うん、なんかちょっとドキドキしちゃうけど、決してさ、私のチャンネルでは肌断食しないといけないわけじゃないし、脱ステロイドしないといけないわけじゃないし、食事変えなきゃいけないわけじゃないのよ。それは本当さまつなことっていうか、そのもっと手前のどうやって自分が自分を大切にして生きていくかっていうことをね、こうみんなとね、あの、なんていうの、共有したいのよ。そう、だからなんかそういうね、アトピーさんとか主査の人とか脂漏性皮膚炎の人が増えたらいいなって思ってます。自分を肯定しながら生きる人をね、増えていってもらえたらいいなって思ってやってるので、まだまだこれからもね、毎週ラジオは続けるし、あの無理せずね、頑張っていこうと思ってますので、今後もお付き合いください。はい、それでは、あ、小豆をね、出そうかね。まず、はい、小豆、はい、どうぞ。はい、小豆、今日もう、こう赤切れにさ、この鍵爪がぐさって刺さるの痛くて、まあね、もうしょうがないね。でもね、こうやってね、くちばしをね、ちょっとつまむとね、おとなしくなるっていうか、ちょっと喜ぶみたいな。はい、はいはい。あ、そうそう、それで最近ね、ちょっとこのね、これを買ったの。これつぼ酢って言ってね、この小豆用の酢を買いました。で、なんかこう天然の藁で編んだ巣なのね。これにね、入ってね、遊ぶの、こうやって。でもなかなかまだ怖いみたいで、中には入りきらないんだけど、うん、だいぶ慣れてきてね、慣れてきたっていうかね、破壊し始めたっていうかね、こうやってどんどんほぐしてっちゃう。でもなんかそれが、なんだっけな、グルーミングじゃなくて、なんかね、そういうね、習性なんだって。こうやって、こう、つついて、この巣を柔らかくしたりとか、ほぐしたり引っ張ったりすることでストレス発散するみたいね。はい、かわいいでしょ。また来週だね、会いましょう。ちょっと待って、顔かゆい。来週の水曜日21時にまたお会いしましょう。はい、じゃあみんなも元気でね。さなきちでした。バイバーイ。